まず初めに2019年パシフィックリーグクライマックスシリーズスポンサーでありますパーソルホールディングス株式会社代表取締役社長 CEO 水田正道様よりご挨拶をいただきますあの本日はですね大変あのお忙しいところえと誠にえとありがとうございますぜひあのこのクライマックスシリーズですね今あのラグビーで大変あの日本盛り上がっておりますがあのラグビー以上にですねあの心に刺さるですねあの試合をあの期待しております クライマスシリーズー、勝つために我々はここにいると思っていますのでファンの皆さんに喜んでもらえる野球をするということもですね、えー、プロ野球選手にとっては大事なことだという,ふうに思いますので、えー、そこも含め、えー、ぜひ昨年のように勝って、えー、しっかり上に行けるように、はい、そしていい試合ができるように頑張っていいいきたいと思いますま今できるあのベストの準備をしたと思っていますのであとはもうがむしゃらに。 試合に挑むだけだけと思ってます、えー、シーズン中は、えー、悔しい思いもたくさんしましたけども、えー、ここで思いっきり、えー、腹をくくってぶつかっていくために準備してきましたので、えー、野球が盛り上げるために、えー、しっかりやっていきたいと思いますとてもワクワクして早く試合をしたい気持ちでいっぱいですその場、その雰囲気を楽しみながら熱い試合を見せていけたらいいなと思っています。 はい、えー、ホークスは千賀滉大選手が明日の先発ですやっぱり今年1年、えー、彼を中心に、ねえー、回してきましたし明日はぜひ素晴らしいピッチングを見せてくれると信じています、はいえー、我々イーグルスは則本高大でいきたいと思います、えー、いろんな経験をして一回り二回りさらに成長し,、えー、した姿も我々感じましたしこれまでの信頼も変わりません則本でいきます 選手はいい調整をしてくれているというふうに思いますし、はい、今はいい,いい感じで仕上がっているんじゃないかなと思いますはい。あのー、1シーズン143試合戦いまして、えー、そこでのまずもう一度心と体の、えー、準備明日の初戦にしっかり入れるように、えー、我々もしっかり準備してきたと思います、えー、いろいろなことをできる選手もいっぱいいると思ってますあのーえー、ポストシーズンの経験も豊富だと思いますので、えー、非常に いいチームだなと思ってますあの、まあ、シーズンの戦いはほぼほぼ互角という中で、えー、本当に素晴らしいチームを作られたなとうう思ってますし明日の戦いが楽しみだという,ふうに思ってます対戦しているピッチャーは本当にレベルが高いというか、まあ、そんな簡単な相手じゃないなとうう思いますし守っていて打線も、あのー、どこからでも点入るというイメージがあるので。 まあ嫌です。はい。そうですね。みんな長、えー、打力もあるし、えー、足も速いので、えー、本当にピッチャーも速いので、えー、全員が150キロを超えてくる、えー、ピッチャー揃えているので、えー、本当に強いと思います。まあ、その時にその時でやっぱりあの何て言うんですかね。まあ、選手も違うと思いますし、まあ、そこはあんまり関係ないっていうふうに思ってます。まあ、最後は気持ちが大事かなと思います。 そうですね。ベテランと若手をうまく監督がこう使いながら、えーえー、まあ間違いなく将来に繋がるまあ試合になると思います。そこは自分自身もすごく楽しみにしています。えー、本当明日からの戦いっていうのはあの、えー、経験している方が強いということではなくてですね、やっぱりその入り方であったり。 ゲームの進め方っていうのが非常に大事になってくる試合が続くと思いますので我々の目標はあくまでも最終的には日本一なのでえそこがしっかりできるようにね一つ一つ足元見て戦っていいいきたいと思いますまあ短期決戦、確かに一つのミス一つのプレーで流れが大きく変わると思いますただそこを恐れていても仕方ないのでもうここまで来たらえ我々も腹くくってますので思いっきりぶつかっていきたいなと思っています。 本当にファンの皆さんに熱い戦いをお見せすることをここで誓いたいと思いますし昨年のようにしっかりファイナルに行けるようにファンの皆さんの期待に応えられるように頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますまずこ,このファーストステージまず勝てるようにこの野球界この CS が盛り上がるように 全力でプレーをしたいと思います、そしてなんとかファイナルに向か、えー、進めるようにしっかりやっていきたいと思います。